どうもーやんです。今日はですね一人でできるここととといいうことについてお話ししたいと思いま,す、えー、まあまああのー、僕はですね結構その欲張りというかですねそのやりたいことがこうどん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 出てくるんですよねほんでそのやりたいことがいろいろあるんですけどもそれをねこう1から10まで全部自分でやろうとするとですねやっぱり ちょっと難しくくなってくるなと今のね僕の,その規模感でいくと全然そ,のそこまで大したことやってないんであれあのー、一人でまあまあできてはいるんですけどもできてるというかその一人でこうやっていく形をとってますけども、えー、他にもこうちょっとやりたいこと、えー、いろいろとこう,こういうことをしたいなっていうのが。 いくつかあるんですけどもそれはやっぱ一人ではちょっと難しいなというふうに考えてますほんで、えー、今の自分のいろんな活動っていうのはもう全て一人ではあるんですけども一人というかまあ家族がちょっと手伝ってくれてることもありますけどもそれぐらいの状態ですけどもちょっとねもうちょっとこういろいろと軌道に乗ってきた時には。 えー、人を雇う形ですねを取っていこうというふうに考えています。で1人自分の横の横にいるというかその、えー、自分のためにこうちょっと動いてくれる人を1人こう置く形ですね、えー、もちろん給料は、えー、払う、えー、しっかりと払う方しっかりとって言ってもその最初その売り上げがしっかり上がるまではそのまあまあ ぼちぼちの金額にはなると思うんですけどもそれでほいでこう結構いろいろやってもらう形ですね。 で僕がこう,もう丸投げというかねそのどういうんですかねこういうふうにしたいしこれをこうやってくれとかいう感じで最初でだんだんその人が力ついてくると、えー、どんどんこう任していく形にこうなっていくかなというところですね。まずそののだから僕が2人分以上の売上売をこう えー、僕一人ででまず上げていく形ですねそれをした時にそれが安定的にできるようになってきたらですね1、えー、人をこうちょっと僕のサブというかね、えー、最初はね僕の手伝い的なことになってくるんですけどもそれでこうしていただいてですねそっからこうちょっとこう広げていくそっからちょっとこう。 放射状にこう広げていく形にこうなっていくかなというふうに考えてます。だから一人でやってる範囲っていうのはもうほんまにたかは知れてるかなというところですね。ただその体作りですね。自分のその体の使い方をこう覚えていくことであったりとかそういう。 まあ、空手の訓練することそれは自分でやらないとこういけないというか自分でやりたくてやるんですけどもその施術とかもお客さんに対してやることも僕じゃないとできないというところでありますけどもそれでそっからですねこういろいろとこうやっていくとこうやっぱり一人では無理やと。で えー、僕が、えー、3年後ぐらいからこう徐々にこう活動していこうとしているアナーキーポケットという、ねえー、演劇コントグループの,、ねえーそのえー、団体というかそういうのを僕は作ってますけどもそれに関してはやっぱり一人で最初ねちょっと一人でこうやっていってもいいかなと思ってるんですけどもやっぱり一人でやってることに関してはその。 やっぱり1人分しかででできないんでですねそこからこうちょっと仲間を見つけていってそっこ,こでのネタ作りであったりとかそういうものをですねそういうものをこうちょっと発展させていくというか、えー、その時にはやっぱりこう1馬力ではなかなか難しい2馬力3馬力、えー、2人3人とこう。 え増えていくことによってですね、えー、広がりを持ってほんで、えー、しっかりとこう道筋というかそういうものを作ってですね、えー、軌道に乗せていくという形をとっていくということです。もちろんクオリティありきではありますけども、えー、そういうことをこうしていこうというふうに考えています。だから一人でできることっていうのは最初のねこう初動というかそういうものに関しては僕一人ですよね。その こういうことをやりたいっていうことは僕からであったりしますしそういうネタの最初は僕であったりするんですけどもそっからはね、えー、やっぱり人の協力というかそういうものがいる、えー、仲間の協力がいるんでそこになってくるとやっぱり仲間づくりその信頼できるね 信信頼頼でででききるる、うすね。優しい人ですね。優しくて信頼できる人をこう仲間にこう加えていくという形ですね。えー、信頼団でこう頼るということですね。信じて頼るということですね。そういうことができる人。だからここ独立して独立 同士の状態ですね独立した人間同士依存してない人間同士なんですけども、えー、信頼でできる人人優しい人ですねこういうことをこ,うこれからどん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 こう探していってでそこにはこうちょっとしっかり関係を持っていってですね、えー、こう進めていこうといろいろ自分がこうやっていく。 ととこころをこう進めてていこうというううに考えていますそうじゃないとその一人でねやっててもそんなにこうなかなか難しいですよね一人でこう追求してやるその尊くこう追求してこう取り組んでいくことそれはそれで僕は好きでやるんですけどもそれ以外でねちょっとやっぱり。 仲間としてこう組んでいく人っていうのはやっぱり必要になってくるかなと。で、えー、1人目の、えー、人、えー、僕がこうスカウトというかその一緒に協力してもらおうと思っている人がもう1人いるんです。でその人に関してはですねその人っていうかまあ、えー、その人間に対してはちょっとある程度こうめどが立ってきた時からもうちょっとこうアプローチしていこうというふうに考えています。そそしてそっからですね そここかからどんどんんんいいろななととがが広ってくまああのー、何もわからないでしょうけども、えー、そういうことが流れとしてこうどんどんできていくんでですね、えー、まあ今の時点でこういうことをこう考えてたということをここにね動画として残しておこ,おこうかなというふうに思います。ということで今日は「一人でできること」ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうも ありがとうございます。